ちょっと待った。ストップストップストップ。おはようございます。8月6日です。今はアンゴラ最後の町オンジバというところにいます。今日はここから40キロほど離れたナミビアとの国境に行き、そして今日中にナミビアに入る予定です。アンゴラ滞在可能な、期間30日で、今日がその30日目なので、もう明日になるとアンゴラはオーバーステイになってしまうので、必ず今日中にナミビアに行きたいと思います。昨日泊まった宿はここ、シンプルな、シングルルームで、昼間はもうかなり日差しも強くて暑かったんだけど、夜寝るときはこの分厚い毛布を首までかぶって寝ないと寒いぐらい冷え込みました。そんな感じです。じゃあ今日も行ってきます。じゃあ今日も出発します。バイバイ。バイバイ。バイバイ。イエー。シャオ。ここは SOS SOS ホテルだっけな。ペンサオ SOS だ。名前はちょっと恐ろしいけど、とても快適でした。レストランもあって、ビールも安かった。ビールは1本300クワンザ。さあ、あ、ちなみに宿は1泊9000クワンザ。9000クワンザだから2000円しないくらいか。1600、1700円ぐらい。非常にリーズナブル。さあ、やっぱり朝は涼しい。昨日ルバンゴの朝もそうだったけど、朝は肌寒いと肌寒いぐらい涼しい。今時間は8時、国境は8時から開いてるみたいで、国境を越えるとナミビア側はタイムゾーンが変わって1時間進みます。だからナミビア側は今9時。今日は移動距離は多分合計で100キロぐらいになるかなっていうところなので、移動距離時間に関しては問題ないかなと思う。国境で時間がかかったとしても、気持ちのいい朝だ。道はとても綺麗、走りやすい。国境まであと5キロかな。国境の町サンタクラーラに入りました。あー寒い、寒い寒い。今時間はまだ9時前だけど、まあ、このまま行きましょう。あれ、ここか。ボーダーボーダーなあ、マニー。How much the rate? 100 Namibia? Kwanza? ちょっと待って。ちょっと待って。ストップストップストップ。ここはなんかね、両替でちょっと問題があるところみたいだけど、大丈夫なのかな、本当に。え？ああ、いらない。いらない、いらない。1万9000。クワンザ。クワンザは300? 300? 300? ああ、じゃあちょっといいや。
How much? Huh? 400. Yeah. 300. Yeah. 309. いいの？オッケー。あれ？何？これでいいでしょ？あ、ダメ。じゃあいいや。No. ちょっと待って。1、2、3。え、ダメなの？ちょっと待って。5、6、7、8、9。あ、じゃあいいや。いい。本当に？これ。5、6、7、8、9。注文機。もうちょい。もう少しは。もう少し。の？ダメだ。交渉決裂。いらない、いらない。こっちね。あ、大丈夫だ。大丈夫。オブリガード。いや、なんだかちょっとよくわからないけど、まあここが国境施設みたい。いらないよ。クワンザー。How much? How much the rate?あ、いいや。いい。59? いい。322。もうちょっと。いい？いい？いいの？ちょっと待って。ちょっと。1、2、3、4、5。あ、足り、もうちょい。これ騙しに来てるな。だ。1、2、3、4。
ケイ。ナジャブ。Yeah, bro, go back. あいつ、あいつだな。騙してこようとした。何なんだ。何。はあ、数えた後に自分で1枚抜いて20を少なく渡してこようとした。まあそれでも最初の人よりはレート良かったんだけど、いいや、騙されるのは好きじゃない。彼はなんだ、大丈夫、なんか彼は何だろう、フィクサーかな、助っ人、お助け人かな。いや大丈夫だよ大丈夫だよ、オブリガード、ターボンターボン。イミグレーション、5分もかからずここでパスポートにスタンプもらった、出国スタンプもらった。そして次カスタムで、あの青いシャツ短パンの彼はずっとついてきてガイドしてくれるんだけど、なんだろう、次よかん、いやなんだかちょっとよくわからないけど少しトラブル。アンゴラ入国時に税金払ったんだけど、出国時にまた払えということになって、でも後ろにいるこのイタリア人カップルが助けてくれて、もう払う必要はないっていうことで説明を、話をつけてくれたので、このまま行けるはず。なんだかでも本当わからない。え？どう、そして。No problem. Go, go, go. We get in Namibia. うん。Go inside in Namibia. なんか本当によくわかんないんだよな。彼はコミッションはいらないって言ってるんだよな。だから何なのか僕は本当にわからない。さあ、ナミビア入国手続き完了。この右側の建物でがイミグレーションで、この左のこの正面の建物がカスタムオフィスで、この目の前のイフェコのトラック、彼らはイタリアンカップルで、いろいろとお手伝いをしてくれました、助けてくれた。そして彼らは、やっぱりお助け人で、結局コミッションを要求してきました。 No, no, no. So I asked you. No, you need money. Yeah, no. So I asked you, do I need to pay for you money?But you said no commission. Me, you know the commission. Yeah, you said. No, no, no. 結局彼らはお金を要求してきた。なんなんだろうな、もう。Okay. Welcome to the Republic of Namibia. Republic.おは、はい、ここでまたチェックかな、最後の。Good morning. Good morning. How are you? Hi, I'm fine. All right. Hi. Do I need to show you some document? Yeah, with your road pass. Ah, あれか。From here, where are you going? I'm gonna, Oshakati today.Yeah. Okay. Windhoek, okay. And South Africa. Yeah. Yeah, with your bike. Huh?
Yeah, I'm using this bike. Yeah. じゃあチェカチェカレーサーってなんだろうわからないけど。OK? I'm from Japan! Japan! Japan. はい。Thank you! Bye! Yes! OK! Bye! 非常にフレンドリーで。OK!国境自体は問題なし、ちょっと混んでて時間はかかったけど問題なし。ただやっぱりさっきのあの青いシャツの彼とあと黄色いシャツの彼かな、彼らは国境助け人フィクサーで、彼らの助けは必要なかったけど、必要なかったけど彼らがいたことによってちょっと余計に面倒くさいことになってしまった。現在時刻ナミビア時間で12時15分、国境アンゴラ側の国境に着いたのはアンゴラ時間で、朝9時ぐらいだから2時間、アンゴラとナミビアの時差プラス1時間だから、実際かかった時間としては2時間。まずアンゴラ側では、両替商が来て鬱陶しかった。で事前の情報通りやっぱりそこではお金、騙そうとしてきたので両替しなかったです。アンゴラ側国境、まあ、スタンプもらうのは本当に3分もかからずにポーンとスタンプ、パスポートのスタンプを押してくれたんだけど、その後の、税関オフィスかな、ポリスかな、そこでなんだかちょっとしたトラブルがあって、アンゴラ入国時に払ったはずの税金をもう一度払うことに、払えと言われたけど、その後あのさっきの、イデコのトラックのイタリア人カップルがちょうどタイミングよく来て、でそれを説明し、なんか税関に説明して払わなくていいということになりました。まあ、もちろん入国時に払ってあるから出国時に払う必要がないものなんだけど、何かの手違いで払いなさいということになったけど、イタリア人カップルのおかげでそれも解決しました。で、まあそこでももう少し時間かかったんだけど、その後、まあ、無事に、アンゴラは出国完了で、ナミビア側は結構混んでいたけど、まあ混んではいたけどなんかそれほど時間かからずに、スタンプをもらうことはできました。でただアライバルカードに書く内容を間違えてしまったので、ビザの期間が15日になってしまって、15日はちょっと足りないので首都のウィンドフックのイミグレーションオフィスに行って期間を延長する必要が出てきましたが、まあそれは問題ないとは思う。でその後税金払って、税金が283ナミビアドル3000円弱ぐらいかな、支払いで、その後に税関に行ってカルネルパサージにスタンプをもらって入国完了ということ で、かかった時間はトータル約2時間。支払ったのはナミビア側の税金283ナミビアドルだけでした。まあ、とりあえずオシャカティの町のサイモットというショッピングセンターに行きます。そこで、テントを買う。テントを買いましょう。あ、パッソじゃないのこれ、トヨタパッソ、右ハンドル、あ、ホンダフィットでも、あ、フィットだ。はい。そして、ここからの大きな違いに気づきましたでしょうか。さあ気づいた方はコメントに何が違うのかコメントに書き込んで当ててください。オシャカティに着いた時に正解を発表しようかと思います。あ、 ATM ある、 ATM あるけどお金どうしようかね。あ、ちょっとここに、いや、行っとこうかな。 ATM、 シムカード。How much? How? 200. 200. Yeah. How much gigabyte? Gigabyte you put for 60.
ああ、リッチ。あ、リッチ。あ、ちょっと待って。You put it for 60, 30, 30. Yeah, you get it. Sixty gigabyte? Five giga. 5 giga? Yeah, 5 giga. 30? No, 60. 60 で 5 giga? Yeah, 5 giga. ちょっと待って。SIM カードが? 200. ああ、ちょっと高い、高い。Yeah, I put in the phone now, now. ちょっと高いや、高いや。じゃあいいや。Buy this one, give me 100. え? 100.ハンドレ、ちょっと待って、ハンドレット、ハンドレットって、ギビクワンザ、ユヤビクワンザ、オンゴジョヤクラヨネイ、オヨ、ヤ、ヤ、ギビ、SIM カード、SIM カード、without ギガバイト、ヤ、ギガバイト、ノーギガバイト、ノー、ゼロギガバイト、You put this one. ちょっと高いな、ちょっと相場がわからないけど、まあ高いだろうな、絶対、ノー、ノん?キロメートル59,000 60,000 Yeah, from Japan. Yeah. いや、ここじゃない。国境の街は信用できないので申し訳ないが、とりあえずそう、国境アンゴラ側でクワンザ、残ったクワンザ19,000クワンザを、300ナミビアドルに交換しました。だいたい3000円ぐらいかな、うん、わかりやすい、300ドルで3000円。はい、そう、それでアンゴラ側の国境の両替商は、詐欺をするやつが多いっていうのがアイオーバーランダーに書いてあって、まあ、警戒してたんだけど、実際ちょっ と試してみたら、最初19,000を、340って言ってきたのかな、あの交渉したら340までしてくれたんだけど、で1回数え、自分で受け取って数えた後に、その両替商がもう1回、ナミビアドルを手にして、でそれでもう一回数え終わった後に20を1枚抜いて渡してこようとしたので、もう下手くそ、詐欺師なんかにはなれないぐらい下手くそな、手口だったので断りました。でその後また別の両替商にのところに行って、その彼は、きちんと両替してもらえたので、それで300ナミビアドルをとりあえずゲットすることができました。いやー、なんだかんだ疲れた。いよいよ残すところこのナミビアと南アフリカ、これで今回の目的のケープタウン希望法まであともう少しかな。8月6日ナミビ編スタートです。国境から10分ぐらい走ってきたかな。オンニフのポリスチェックポイントだって。ポリスのチェックポイントだそうですよ。止められるかな、一旦止まるのかな。いいの、あ、はい、いいみたいだ。アンゴラでテントを落としてしまって、でどこかでテントを買いたいなと思ってたんだけど、特にこのナミビアはもうキャンプ天国だっていうことなので、テントを買いたいなと思って、アンゴラのバイクチームのメンバーに聞いてみたところ、アンゴラとナミビアどっちで買った方がいいかって聞いたら、もうみんな口を揃えてナミビアだっていうことで、ナミビアのキャンプ道具屋さんを教えてもらいました。キャンプ道具屋というか、多分ホームセンターみたいな感じのお店だと思うんだけど、サイモットっていうお店、 CYMOT と書いてサイモット、検索すると結構
もう何店舗かあるからナミビアでのナミビアのチェーン店なんだと思う。から今からその今日泊まるオシャカティ、今日泊まるオシャカティの町にもそのサイモットがあるので、そこに行ってテントを探したいと思います。安くあれ、安くあれ。そうそう、とあとあのここまでナミビアじゃないや、アンゴラまではクレジットカード使えるところと使えないところがあって、まあ、圧倒的に使えないところの方が多かったような感じなんだけど、ナミビアはどうなんだろう。とりあえず国境であの税金払った時には、もう問題なくビザカードが使えたので、日本のクレジットカード使えたので、もしかしたらナミビアはカード払いができるのかな。そうなれば現金を用意する、それほどたくさん用意する必要がなくなるから、まあいいなとは思うんだけど、ナミビアはここまでのアフリカに比べてと物がヨーロッパ並みにあって、で値段も安いっていうのは聞いてるので、ものがあるのが必ずしもいいこととは限らないけれども、やっぱり一つの安心材料にはなるかなと思います。あ、子供たちが、子供たちがいるあ、うわお、信号だ、信号だ、見やすい、久しぶりの信号だな。ルワンダ以来か多分。さあ、そしてね、車はやっぱり相変わらずトヨタ車が多い。右これはフォルクスワーゲンだけど、目の前走ってる白いのはカローラで、右がハイラックス、そして左、あ、右の前の方にも、まあ、完全にトヨタって書いてある。あ、そして後ろにはジムニーだ、あ、違う、ランクルだ、70のランクルかな。お、赤信号だー、が、お、牛、危ない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 、おー、牛、縦横無尽に走る牛。あった、右にサイモットあった、ここで U ターン。あ、バンクがある、銀行行ってみようかな、現金一応下ろしとこう。ネオバンク、よいしょ、何も問題なく下ろせた。よし、じゃあちょっととりあえずサイモットに行こう。はい、サイモット、ここ、ここ、砂、砂、残念ながらここサイモットには大きなテント、重いテントしかなかった。でもう一個あのお店教えてもらったので、そっちに行ってみます。ゲームっていうお店があるので、そこでもテントが売ってるんじゃないかっていうことで、そっちに行きます。いや、でもやっぱり本当に噂通り物はある。細かいもの、例えばなんだ、ガス缶とかジェリ缶、あとは虫よけスプレーとかバーベキュー道具とか、カー用品もキャンプ用品も、釣り竿も売ってたな、うん、やっぱり噂は本当だったようだ。あ、そしてこのガソリンスタンド、刀って書いてあるな。刀って何か意味あるの、意味のある言葉なのかな、日本語の刀の意味かな。これだ、これ左だ、
ナミビア入ってアンゴラまでとの違うところ分かりましたでしょうか。はい、あ、正解は、これ左側通行になっているというところ。アンゴラまでモロッコからスペインからか、スペインから始まってアンゴラまではずっと右側通行だったけど、ここナミビアに来て初めて左側通行、日本と同じ左側通行の国になりました。はい、気づきましたでしょうか。で、あともう一つ気づいたんだけど、バイクが少ないっていうか、バイクがいないんだよ。これはなんでなんだろう。アンゴラまではもう今朝まではバイク、三輪車いっぱいいたのに、ここにはナミビアにはねいないね。そういえばこの町だからなのかな。なんかその2点が大きな違いかな。他にもいろいろあるだろうけど、そんなところ気づきました。さあ、無事にテント変えました。2人用テント安い5000円、499、あと500ナミビアドル、約5000円、安かった。まあ、シングルウォールのやつだけど、まあ今寒気、雨はきっと降らないだろうから十分でしょう。まあ一応防水ではあるみたいだけど、よかった。はい、これでキャンプ天国ナミビアも存分に楽しめそうかな。はい、じゃあ、宿の方へ行きたいと思います。あったあった、ニューパラダイスゲストハウスあったけど、ちょっとここ砂が割と深い。あぶぶ、やばいやばい、クラッチが。ニューパラダイスゲストハウス、お、着いた。ここで行けるかな。はあ、なんか陽気な音楽が流れてるぞ。よいしょ。はあ、はい、さっとなれるでしょうか。ナミビア時間で14時30分、無事今日の宿にたどり着くことができました。今日8月6日にアンゴラからナミビアに国境越えして、ナミビア最初の町オシャカティの宿です。そして今日たどり着いたこの宿は、オシャカティのパラダイスゲストハウス、ニューパラダイスゲストハウス、ベッドとあとね、キッチンもあって、冷蔵庫あとシャワーもあるんだけど、これで1泊270ナミビアドル、だいたい2300円ぐらいかな。うん、とてもリーズナブルです。で、ここにはレストランとビールもあるみたいなので、少し1本か2本だけ楽しみたいと思います。で、テントも、ここに着く前に購入することができて、ナミビアではテント泊キャンプも楽しむことができそうです。はい、じゃあそんなところで今日はおしまい。さよなら。